今回の動画は円オーディション第5話の感想について話していきたいと思います。円、はい、オーディション応援してる方、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いしま す。第5話は面白かったですね。よかったと思う。なんか編集変わりましたね。完全に変わった変わった、いろいろ細かく変わった。なんかあ、これよ、待ってたのこれよって思いました。そうそう、ちゃんとサバ版になったね、うん、サバ版はこれですよ。こういうのが見たくて待っていたわけですよ、うんうん、後半にね今回から入ってますけど、うんうん、こういう風にちょっと変えてくれてよかったなと思いましたけど、あと孫独くんの力、うん、もうね1サババン2孫独かな、本当だ、ね、っていうぐらい、うん、今回大優勝だったと思うんですけど、ね、よかったよね、うん、やっぱいた方がいいですね。そうね、ちょっとお休みの時物足りなかったですね。物足りなかった、うん、帰ってきて気づいた孫独の大切さ、うんうん、そうね、そうそうそうそんなね、アイランドの時そんな別に好きじゃなかったんですけど、そう好きじゃない、怖かった。だって2人とも、うん、ピードックも2人とも怖かったよ、ね、ちょっと怖いおじさんだったよ。もっと冷たかったですよね、うん、冷たかった。なんか2人とも丸くなってね、うん、なんか孫独さんとかなんか可愛い犬柄のシャツ着てましたよなんて派手ね、基本派手ね、ハイブランドの派手なやつ、そうそう、派手なシャツはいつも着てるけど、うん、そうそう、犬柄でしたよ。そうね、ハイブランドの一番派手なやつ買ってんだろうね、うん、すごい派手なヴィトンのシャツとか着てましたよね、アイランドの時ね。派手なの着るねみたいなでもよかったですよね、キャラクターが立ってましたよね。よかった、うんうんうん、で怖いおじさんじゃなかったし、みんな年下だと思うんですけれど、多分ね、そうだよね、先生たちね、確実にそうだよ ね、どうでしょうね、多分なんかいいね、孫独くんって言っていいんだよ、孫独くんって言っていいですよね。そうそうそう。で第3ラウンドはセブンティーンレジェンダリーミッションということで、うん、あのセブンティーンの楽曲を3チームに分かれてパフォーマンスも創作して披露するというものでしたけど、うん、まずはシーライダーズコールコールコールでしたね。あの中間評価がなんか小さいホールみたいになってましたね。そうだね、今回からちょっと緊張感持ってもらうためっていうね。でもそれやるんだったら本番の広いさ欲しかったわそうです ね、結構ちっちゃいでしたよね。そうよ、ミニシアターみたいな大きさでしたけど、試写とかするところなのかな、うん、あれなんかハイブの中のやつも、ハイブの中の試写会とかやるとこなんじゃないですか、ね、って勝手に思ってますけど、ね、うん、中間評価結構ね厳しかったと思うんですけど、うん、すぐ行くよ全員忘れるっての面白いですねあれ大事件だったね。あんなことあります、全員言い忘れるって一人言い忘れるとかあるけど、さくら先生もびっくりしました、本当だね、全員言ってないのみたいな、うん、あとまあニコラスが存在感ありすぎるとかね、そうね、そうね、うん、そうね、ニコラス目立っちゃうよねみたいな、うん、だって花があるからねみたいな、うん、でしょうねでしょうね抑えきれない存在感みたいな、そうだろうね、まあ、だから引き算っていうのかなねって言ってましたけど、よかったよ。なんか中間チェックでさ、なんかどこ見てほしいとかって聞いてくれたりしてたじゃない、うんうんうん、でこの振り付けした理由はとか、はいはい、なんかやっぱり自分たちで作ったりやっていく人たちの練習の仕方なんじゃないかなと思って、うんうんうん、そうですね、自覚してこういろいろ考えるじゃない、うん、ただやらされるじゃなくて、うん、かそういう意味ですごくこうなんか、あ、中間チェックいいなと思ってね、よかったですよね、うんうん、であの他のチームのリーダーがちゃんと感想言ったりとか、そうね、そうね、リーダーももう振り付けも風磨くんやってましたけど、大忙しですね、うん、もう風磨くんね、だからちょっとなんかプレッシャーかけてきたじゃん、孫独くんがあ、責任うまくいかなかった、風磨くん責任なのみたいなあれちょっとなんか韓国人のノリって感じしましたけど ね、ですよね、そうちょっと笑わせたいというか、そなんていうのかな、うん、こう厳しめのギャグみたいな、そうそうそう、なんかブラックジョークみたいな、うん、もう好きですよね、好きね、韓国のなんかバラエティーとかでよくね、うん、そうね、ありますよね、なんか怒るジョークとかそういう系だよね、うんうんうん、なんかそれはみんなちょっと固まってたよね日本人はちょっとリーダーが映ってええみたいな、ね、いやでも風磨ひょん良かったですよ、良かったよ、ボーカルの分量も多かったですね、うん、力あるね、風磨くんいいね、風磨くんいいですね、なんか色が最初違ったからこの子大丈夫かなと思ったけど、うんうん、いるね、いる、だって韓国語もあんなにペラペラだし、うん、重要人物ですね、重要人物、穏やかだし、うん、穏やかで、うん、まあ、オールラウンダーですしね、そうね、創作ダンスも孫独くんに褒められましたよ、良かったよね、うん、オリジナルの振り付けが影響されてないところがいいって言ってたんですけど、うんうんうん、あれは何ですか、オリジナルの振り付けをこう邪魔しないっていう意味なんですかね、そういうことなんじゃないかな、ね、っていうことですかね、うんうん、そういう役になってましたけど、うんうん、やっぱりあのコールコールコールの振り付けとかはもう知ってるわけじゃないですか、うん、背口見てるから、うん、なんか原曲と振り付け変える時ってなんか違和感感じる時とかあるんですけど、うん、全然気にならなかったですね、うん、なんか自然に入ってきましたね、うん、それが孫独くんの言ってることなのかしらって、そういうこと、私もそういう風に撮ったですよね、うん、きっとね、っていうかいいんじゃない、それでそういう撮り方してもし違ってもなんかあんまり言わないでこれでいい、そうそうそう正解とかもないから、そうそう、私たち流の楽しいかもあ、こっから変えたなって分かるけど、うん、なんかちょっとしたアレンジというぐらいの、う
そんななんか、うん、あ違ういい、ね、違うみたいな感じにならなかったですよね。そうそうそう、すごい良かった。だからね、風磨くん上手に振り付けでね、作ったんだろうなと思いますけど。あれはハードよ、あの振りは。いやだってセブチも本当1位に争うぐらいハードだって言ってましたよ。言ってるね、コールコールコールね、うん、娘だからよくやったよ。でもさくら先生はあのミニオンくん褒めてましたね。うん、よかった、ミニオンかっこよくなっちゃった。かっこよかった。なんかあの髪型も良かったし、なんかね良かったですよね。良かったよね、うん、なんかあれと思ってお兄ちゃんだってみたいな。そう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 、ちょっと2人だけ基準が違うあらお兄ちゃんになってみたいな。だからねちょっとこの子も成長すごい期待できるかもってすごく思った、うんうんうん、で、まあ、相馬先生はあの風磨くんがいい顔してるって、うん、堂々としてるって褒めてましたよ。よかったね。もう孫徳先生が高得点つけちゃいましたよって、ね、そう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 言ってました。そんなキャラだったみたいなね。そうなのよ、ね、再び、うん、ボール入れる時もなんかみんなに入れてあげたいんだけどねとか。そうそうそう、そんな優しいこと言うのっていう、ね、なんかねそんなキャラだったっていう。年齢から年齢ですかね。か丸くなってきた。丸くなってきた。30代2、3年ぐらいかな。今後半入ってんのかな。アイランドから3年ぐらい経ってんのかな。そうですね、うん、だからやっぱ年も取るから丸くなってきたから。そうそうそう、丸くなって若い子を見る視点がやっぱ変わるじゃないですか。あ、まあ、今回からねあのプロデューサー陣がボール入れるシーンとかもあって、うん、あれよかった。あれいいですよね、うん、なんか見えた方がいいですね。見えた方がいいし、うん、なんかあの緊張感も嫌じゃないよ ね。嫌な言い方してさ脅すような緊張感じゃなくって、うん、リアルの緊張感とか ね、うんうんうん、ね、いいですよね、うん、よかったよかった。2番目はフルカウントチーム、うん、ホームランでしたけど、うん、フルカウントチームはガックンが振り付けして、ね、まあ、構成はみんなでやったっていうことですかね、うん、でここで急にステージ演出権って出てきたじゃん。そうそうそう、なんだそりゃみたいな。知らない聞いてないよ。中間評価でなんか投票して決めたっていうことでしたけど、だからベッドがあったのね。そう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 、なんかここのチームだけベッドあんなと思ってましたけど。そうそう思った、ね、うん、なかなか獲得したっていう、うんうん、マキ君の歌声いいっすね。マキ君はいい声してるよ。いいですよね、うん、あとなんかあんま緊張とかも感じられないし、ね、すごいね堂々としてる。ってそういうとこあるよね。なんか堂々としてやっぱあれはあれかな、なんかグローバルな育ちを持ってる子の度胸っていうか、ヘイワッツアップも、ね、そうそうそう、ね、なんかこういろんな、ね、生活環境とかも経験してるから。そうだね、そう、うん、ちょっとやそっとのことでは動じないみたいな、うん、そうだね。でね、私はね、あれジョー君いい表情するなって思ったのよ。そうなんですよね、ジョー君良くなってねって言ってたよね。うんうん、あいいじゃん、かっこいいじゃんってなりましたけどね。そうそう、ピードックは結構褒めてくれましたよ。褒めて褒めて、うん、あのマキ君とハルア君のねハーモニーが良かったとか、うん、ウィジューの余裕が出てきて良かったとか言って褒めてましたけど、うんうん、よかったと思うよ、ね、でも分かる、なんで修学旅行っていうの、うん、そう、それはちょっと思った、うん、確かに。だからソンドク君の言ってることも分かる、うん、正解、うん、ホームランと修学旅行は確かにちょっとかけ離れていたかもしれない、うん、最終的にねジョー君のこともあれがいいのかな、あれが良さかな、うん、みたいにフォローしてたし、うん、フォローしてた。そんなことも言うの、ね、そのなんかすごく自信がないのよあの子みたいな感じでね、さくら先生が説明してましたよね、うんうんうん、でもそれが良さなのかなみたいな。あでもな、でもそんな気がするな。私もそう思った、うん、ちょっと憂いを帯びてるっていうか、うん、わかります。わかる、なんかこう不器用さとか、うん、なんか無骨さというか、うんうん、儚さっていうか、うん、なんか元気いっぱいイエーイみたいなのじゃないとこがいい。そうなのね、うん、いいも悪い、なんかガタガタしてボコボコデコボコが魅力っていう か、うんうん、なんかね素朴な感じ、うん、なんて言ったらいいんですかね、あんなビジュアルでみたいな、ね、そうそうそう、純朴な感じがいいのかもしれないですね、うん、そうかもしれない。まあね、ハイブ好きそうよ。ハイブ好きそう、確かに、うん、まあいろいろね言われちゃいましたけどね、うんうん、あのハルア君とジョー君がちょっとやっぱ考えすぎるって言ってましたけど、うん、なんかでもさくら先生言い方うまいなと思って、うん、なんか良くないとかじゃなくて考えすぎちゃってるよみたいな感じで言い方するから優しいなと思いましたけど、うんね、固まってきちゃったんだろうねきっと。考えすぎちゃって何しちゃって、うん、どうしたらいいか分かんなくなるみたいなあるじゃん、ね、うん、だからいろいろこう結構考えるタイプなのかな2人は。バスケやってリラックスしたいんだスポーツなんだから、うん、あの負けず嫌いもあるだろうから、うん、またグッと頑張ると思う、成長すると思う。そう、なんか今回ですごいジョー君変わりそうと思いました、うんうん、鼻真っ赤にして泣いてましたけどね。かった。でもなんかもうさ韓国あるあるだけどさ、はい、先生たち泣いたら激優しくなる。激優しい、もうオロ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 しちゃって、もう泣いたらもうみんなオロオロですよね、うん、それも鉄板。でもみんなで励ましてってよかったですよね、うんうん、あの次のチームのさ警護さ、うんうん、あどうしたのみたいな。そうそうそう、ああいうのを見せてよ本当に。いつも本当になんかああいうのやってくれてありがとう。ありがとう、あれよかったですよね、うん、あれよかった。ビジュがね日本語で人を励ませるっていうのは本当にすごい。毎回ビジュには驚かされる。本当だって普通に励ますのってあの年齢とかだったらね、うん、お友達が泣いてたら難しかったりするじゃないですか、うんうん、だけど日本語で励ませるんですよ。すごいな、ビジュすごいね。相当ペラペラですね毎回言うけど。そうもうそうね、もう毎回本当なんかね毎回超えてくんのよ。そうそうそう、そうなんですよ、毎回予想よりペラペラなんですよ、うん、なんかすごいいいよ、いい日本語でしょ、いいよいいよ、戻ってきてみんな本当そう帰ってきてください。多分ねちょっと 2,3 話で離れた人いると思うんですよ。いると思うね。あのゴリゴリのファンはずっと見てると思うんですけど、ちょっと
ょっとこうにわかファン的な方たちは、うんうん、たださサババン好きみたいなね、うん、離れちゃった人いると思うんですけど、うん、みんな帰ってきてと思って本当に。で続いてワンワンチームはオーマイでしたけど、うん、あのリーダーは颯くんでしたね、うん、ソンドク君にいろいろ聞かれてましたね、うんうん、なんでダンスのリーダーえみたいなだけどね K がまた K が良かった本当にフォローしてた、うん、話し合いしやすくなったっすかね、うんうん、とっかって顔してたじゃんしてたなるほどってねそうなんだっつって、うん、K の言うことはすごい聞くそう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 信頼があるのかなそうだろうね、うん、で中間評価でね結構厳しかったですけど、うんうん、ダンスが揃ってないっていう感じだったのかな、ね、なんか悪目立ちするとか言われてたけど、うん、なんか滝の履き方が一般人だとかねうん、まあでもまあ関係性があるからでしょうねそうだと思う中間チェック大事と思って、うん、そこでグッと変われるじゃない、はい、で K の力がすごいっていうのが分かったじゃないあれで言われてそうです、ね、変えようとかなかなかできないよそう振り付けねシンプルにしてって言ってましたね、うん、そう歌を邪魔しないようにってことですよね、うんうん、歌相馬先生に注意されたから、うんうんうん、一番努力したって言ってましたもんねああいうコメントあったじゃないですかなんかこうこの練習期間を振り返ってのナレーションみたいな、うんうんうん、ああいうのもそうそうそれよって思いましたね本当にそうそうそういうのを毎回入れてくださいって思ってたっぷり欲しい本当に、うん、そういうリハイプがもっと欲しいねそういう話を、ね、聞きたいんです私たちは、うんうん、で本番はあの P ドックがめっちゃ笑顔で見守ってましたね P ドックの笑顔はいいね癒しキャラになってますね本当そうねそう良かったですよね、うんうん、ああいうコンセプトどうなんだろうって思いましたけど、うんまあ、滝は得意でしょうけどね、うん、それ滝がさ意外とかっこ同じこと考えてた、うん、あんまりなんか表情しないニコってした時にギュンってやられるみたいな、うん、はいはいはい言ってましたね、うん、お兄ちゃんになってソンドク君が言ってましたねなんかあすごいジャンプとか高くてすごい上手い人いると思ったら滝でしたねやっぱりそうねやっぱりね、まあ、K はもうね分かるじゃないですか上手いって分かるけど、ね、K は抑えてると思う周りに合わせてね、うん、動きも大きいから、うん、ちょっとこう動きもコンパクトにして、うんうん、だその技術もすごいと思うけどねだってもうコンセプトの神ですから、うん、そうそうそうすごいよ ねそんなこと言われちゃったそんなこと言われてだからあそう何でもできんですねってよかったじゃんオーマイ本当何回見ちゃったいいですよね、うん、ニヤニヤして見ちゃってあのさくら先生のケイヒョンと一緒だったら先頑張るなみたいなあれ面白い、ね、あれいいですね、うんうん、じゃもういつもやりなよみたいなあの切れどうしたのみたいなそんなことがあるんですねやっぱ本当そうだったねね、K と一緒にやると、うんうん、ちゃんとやるんですね。ね、うん、ちょっとあれももう普段から見てないと言えないことですよね。そうだね、うんうん、で最後のねもう相馬先生が良かったじゃないですか、うん、もう実力者だから言うよっていう話でしたよね、うん、その前置きがすごく大事、うん、重要ね、うん、でそうで僕なりに真摯に向き合ってみたっていうのが良かったじゃないですか、うんうん、もう多分一生懸命考えたんですよね、うんうんうん、なんでだ上手いのになんでだろうみたいな、うんまあ、踊りを殺さない最低限の歌を歌ってるって言ってましたけど、うんうん、そうか歌の先生だからほらダンスについてすごい頑張ってるの分かるけど、うん、寂しいって言ってたじゃん寂しいって言ってた歌頑張らないと寂しいそう、ね、でも、うん、アイランドに比べたら歌のトレーニングとか評価の部分がちゃんとこの番組はありますね、うんうんそうだね、アイランドはいつ歌の評価してんだっていうぐらいそう、ね、ダンスばっかやってましたけど、うん、歌生歌だしねそうそうだからねあなんか両方バランスよく、うん、ダンスと歌両方バランスよく見れるから、うんうん、すごいいいなと思いましたなんか K だからこその評価っていうかさそう、ね、前回見たよ ねそれと同じですよね、うん、そうそうそうよりさらにっていう、うん、さらにレベルアップするためにはっていう話ですよね、うん、でもまあ、 ソンドク君がここまで成長するのは難しくないんだよみたいなそうなのそうなのでもそうかもってあでもなんかわかるかもわかるなんかそういうのありそうと思ってわかるわかる、うんうん、なんかわかるサババ見てるとねあそうですね、うん、なんかデビュー組はそれをもう超えてる人たちだと思うんですよ、うんうん、だけどそのね練習生の子たちがデビュー組と同じレベルに達するにはもう一個超えないといけないそうだねだから超えられた子が選ばれる選ばれるっていう感じですよね、うんでまあ、予告がありましたけどなんか緊急告知みたいな、うん、一応 BTS の曲なんです ね第4ラウンドはなんだろうねあれはえ2チームぐらいですかね人数的にと思いますけど、ね、みたいな動きしてるけど違うみたいな、ね、だから2曲でやるのかな、うん、何々チームのエンボールはエンディングに入れられないって言ってましたね、うん、丸々そこ何が入るか何が入る誰チームじゃないと思うのよ、ね、誰チームではないでしょうね、うん、何々したらみたいな感じうんなんだろう中間でここまでのレベルに達しなかったらとかそうねで結局、入れられるんだと思うよまあまあ入れられるんでしょうけどね、うん、まあちょっとシビアにするルールが追加されるのかな、ねうん、でもだから後半はこの感じの編集でいくのかもしれないですね、この編集帰ってきたねって感じよね帰ってきたそうですね、うん、怖いとこだけ見せるっていうねそうなんだやればできるじゃんってちょっと思いましたけどね私はだってねもういいんですよ楽しいのも平和なのもいいんですけど、うん、あまりにもサババンっぽくないから、うん、第4話の時にね編集してる会社の名前まで検索しちゃいましたもんねそうよねもう日本、ね、韓国どっちこの会社大丈夫どこの会社なのそう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 ってエンドロール見て会社名見て検索かけましたからね私
どこよやってんのっつって結局よく分かりませんでしたけど、ね、そう、うん、でももうなんだ、やればできるじゃないのっていう、こうしてたんだろうね、貯めてたんだろうね、貯めてたってことですね、うん、まあまあまあなんか意図があっての練習だったんでしょうね、これ好きよ、はい、やっぱりね、なんか、うん、どうなるのって言って、うん、なんだよかったっていうのを分かりながらもうやりたい、うん、はい、いやそうですね、うん、だからよかった、ほっとしました、そう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 、今回ね、うん、だから次からは次もそうだったじゃん、なんか、うん、いけないかもしれないみたいな、そうそうそう、面白いんですよきっと次回は、そうそうよね、そうですね、はい、じゃあ次回も期待しましょう、はい、これも大事じゃん、軽だからこそ、うん、そう、まだ空いてる、そうじゃないの、うん、すごい大きいのかね、大丈夫、近いのかもしれない、うん